株式会社伏見屋ホールディングスは、秋田県仙北市にある企業。2009年、持ち株会社化とともに、会社分割を行い、子会社が秋田県内で酒のビッグバンなどを展開している。近年は相次ぐ M&A で証券を拡大している。1995年、種類販売業として設立。酒のビッグバンの名称で、秋田県内において、店舗網を構築。 種類ディスカウンターとして成長を遂げる。2005年には北秋田市のホームセンターベルを買収。2008年2月29日、修行である主販販売の売り上げが鈍化する中、新たな成長を見越しマルホンマーとマルホンカウボーイを運営するホンマ物産の株式53.85%を親会社であったカウボーイから取得し子会社化した。これによって、 食品販売も手掛ける体制とし、ノウハウを蓄積した。2009年、持ち株会社に移行した上、新設事業会社の株式会社伏宮を設立している。さらに同年、宮城県仙台市の食品スーパーサンマリを、東京の投資会社シグマゲインから全株式を取得し、参加とした。2010年4月30日、子会社であるサンマリが、 栃木県宇都宮市の食品スーパーであるフレールの全株式を親会社であったフレッセイから取得。参加都市首都圏に進出を果たした。2011年7月、民事再生手続き中の食品スーパー、モリアを営業場とされ、同社の受け皿として仙台物産を設立した。2012年1月、同じく民事再生手続き中の食品スーパー、三河屋を 同年3月に取得することを発表した。また、同年3月21日には、千葉県千葉市が地盤の食品スーパーであるトップマートの全株式を取得し子会社化すると発表した。2015年4月1日付で、サンマリが仙台物産とフレイルの2社を吸収合併。合わせて、秋田県内にある伏見屋の店舗のうちのビッグバン2店の運営を継承した。 2016年9月1日、3割が運営するトップマートの栃木県内3店舗を平屋二条都市、栃木県内から撤退している。ありがとうございます。